皆様お待たせいたしました。ドラゴンクエストライバルズトップ5プレイングミスの時間がやってまいりました。こちらの動画では僕自身が起こしたプレイングミスをトップ5の順位に添えて皆様にご提供できたらなと思う動画でございます。なかなかひどいプレイングミスが今回集まったので、ぜひとも最後までご覧ください。それでは早速第5位見ていきましょう。第5位、ダイヤモンドランク帯が実装されてからの生放送。ランクはダイヤモンドの2星1。ここで勝つか負けるかによってレジェンドのモチベーションが上がるか下がるか。しかしなんとここでレジェンド1位クレマンティーヌさんと当たってしまう。マッチングさえもプレイングミスを犯してしまう第5位クリップでした。レジェン1位じゃね、なんでやねん。第4位、魔術シミネアが流行っていた時期の生放送。まずは超必中からの審判のタロット。先にカードを引いて魔術師のタロットで大型ユニットを引いてやろうという作戦。ここでうまくベビーパンサーを引き当てていく。これで大型ユニットの確率が上がっていくが、ベビーパンサー、なんでだと。ふざけんなよ。ふざけんなよと思わず言葉が出てしまうクリップでした。死ねよ、トラが。第3位、リスナー VS キスケのルームマッチ杯。まずはこちらの盤面ご覧ください。4475合わせて20点。相手の HP は20。タンバリン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 、クソ。盤面のみでのリーサルがあるにもかかわらずタンバリンを連呼してタンバリンを要求していく。猿でもわかる足し算、20点ぴったしあるぞキスケ。気づけ気づけ、気づいてくれ。気づかないんですね。さすがキスケ、プレミオと名付けられただけはある。クリップでした。第2位、アリーナ VS ククールでの出来事。竹槍兵でイエローシックルにバフをかければ前列のグレムリンが取れるが、なんと相手のグレムリンに竹槍兵をかけてしまう。何が何だかわからない。何が一体したかったのか。全くもって得のないグレムリン強化が第2位となりました。キスケ自身もてんてんてんと。第1位、栄えあるプレミ集第1位に輝いたのはやはりこれ、一番人気の高い特大のプレイングミス。相手はピサロナイト、ドルマゲス、大量展開するがこちらの手札には指導。返せば一発逆転あるか、なんということでしょう。ここで天使の守り、まさに伝説。2コスト払ったことによって残りコストは8、指導が展開できない。何が一体したかったのか。引き算もできない猿みたいなプレイングが今回栄えある第1位となりました。ドラゴンクエストライバルズトップ5プレイングミス、いかがだったでしょうか。もはや生きる伝説、これで楽しんでくれる人はいるのだろうか。ドラゴンクエストライバルズトッププレイングミス随時募集しようかなと思います。僕自身のプレイングミスはもちろん、あなたたちリスナーたちのプレイングミスもどしどし応募しようかなと思います。またね、まあ5本ぐらい溜まれば、動画作ってあげていこうかなと思っております。リスナーたちのプレイングミスを送りたいっていう方は、そちらの動画をですね YouTube の方にアップロードして、その URL を Twitter の DM にて送っていただければなと思います。僕自身のプレイングミスを送りたいという方は、その動画の何分何十秒にあるよっていうことをいただければ、僕自身が切り抜いて動画に
組み込ませていただくので、そちらの方よろしくお願いいたします。まあこれが好評ならね、続けていこうかなと思います。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。ツイッターの方概要欄のリンクに貼ってるので、よろしければフォローの方もぜひよろしくお願いいたします。今回の BGM はドラゴンクエスト5オープニングでした。それではまた、バイバイ。